がついてて、わあ壁も壊せんだ。あーだったら来た、でかいでかい。新たな中継のシリーズは今日はですね、壊して稼げというねゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームはですね、ブームの人気アニメクリエイターゴーキさんが企画考案されたゲームとなっております。こちらの絵ご覧ください。もうね本物ですよね、ゴーキさんの、ゴーキブックスらしさもねよく見てますけど、面白いですよね。ってやつねちょっと今いやバカオでやろうかと思ったんだけど、なんかバカオだけひいきするみたいな感じに なりそうだったから、何をかについてのあのネギを避けたんですけど、ね、これ絵見ていただければ分かるように、全部のねこの絵もね本人がご本人が書き下ろしでされてるみたいなんですよね。とても楽しみでございます。ちなみにね今ちょっとまあラッシュさん初めてやったんであれなんですけど、あこれほらスキンかわいいですよね。これねいろんなスキンがねあるんですけど、基本的にはですねあのこのミッションを、クリアしていくと、まあ、もらえますと。でこのねキャラクターが、おとぎ話をモチーフにねした可愛いスキンになってる。クマ可愛いなこれめっちゃ欲しい。ゴールドランクなるすぐなれそうだな、頑張ろうかな。ねえ狼王様とかねいろいろあるんすよね。いやこれはちょっと気になるのいろいろありますね。はいはいはい、ちょっとねやってみましょうか。じゃあというわけで早速ねプレイしていきましょう。いくよ、遊べ。はい、それではね、早速プレイしていきましょう。始まるよ。指でなぞって動かしてね、ということでですね、こちらのゲーム、どんなゲームになっているかと言いますと、まあ、ラッシーさん得意のですね、まあ、パクパク系のゲームですよ。食べねえけどさ。こうやって、あ、でもね、他のこれプレイヤーさんもいらっしゃるので、これプレイヤーさんとね、こうランキングを競いながら、たくさんのものを壊して、壊せば壊すほどこうやって、大きくなる。ラッシーさん、早速1位ですね。さすがですね、ラッシーさん。もうね、こういう系のゲームで、生かしていただいていると言っても過言ではありませんからね。もうムラクシーさん向きのゲームをね作っていただきましたよこれね。こんな感じでどんどんいろんなものをですね抜っ壊していきますよ。そんで抜っ壊せば抜っ壊すほど、こう大きくなると言った形になっております。こあいやこの憎いねこの PC のディスプレイにちゃんとハンマー持ってる子が映っているの、あとテレビにはゴーキ君が映ってたりとかね、細かいところにね気が利いてますよ。そうこれこれパクパク系のゲームで一番大事なのはこの食べれるもの、この場合壊すものですねがたくさんあるところにね手を見つけるっていうねこの技です。ここほらこうやっていっぱいあるでしょ、これ壊せるところが。これをね一気に叩くことができる。あー隣のこの自転車置き場とかやばいよこれ、もう一気にでかくなっちゃうらしいさ。ほらほらほら、きた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 、もう独走状態じゃんこれ。ちなみにこれいろんなねプレイヤーを叩き壊せるので他のプレイヤーもね抜っ殺していきたいんですけど、いたいたいた、今一人倒しましたね、壁越しに一人倒しました。いやこれはもうすごいんじゃないですか、ラッシーさんめちゃめちゃ壊してる。あ、悟空いましたね、悟空を倒しに行く。オッケー、どんどん倒していきましょう。これねガンガン倒して、そして自分だけが大きくなる、これが最強ですよこれね。もうこのシリーズのやつはもうラッシーさんも得意中の得意ですから、いきますよ、どんどん壊していくよ。ほらもうな、もう壊せないものはないですねこれ。あの大きくなればなるほどいろんなやつに色がついてる。わー壁も壊せんだ、壁も壊せるようだ。もうこれはもう完全に全てのものを破壊できるんじゃないこれ。破壊神ラッシーになりましたよこれ完全に。ねえすごいですねこれ。じゃあ1位やりましても早速ワンプレイ目から1位ですよ。やりましたやりました。お、ちょっと早速なんか新しいスキンがね使えるようになったみたいですよ。鬼40種類壊す。あ、浦島太郎1位になる。やったー。ちょっと浦島、あ、でも鬼がいいな。鬼でいきましょう。ねえ、やったぞ。よしよしよし。ちょっともう一回プレイしていきましょう。いくよ。プレイ。これあれですね。この初めは壊せないも、色がついてないやつは壊せない。だからね、これね、なんかなるべく早めに大きくなっていくというのが非常に大事に、ね、なっているみたいですけども。なんかね、でもね、豪気パイセンがやってるやつね、見たんですよね、らしさね。1億点とか言ってた気がするんで。さっきラッシーさんやったのね1000万円くらいだったよ。全然ダメですよね、もっとでかくなれるはずなんだこれ。どうしたらなれるんだろう。あれなかなかうまくいかないですねそこまで。1000万円だともね10分の1だよ制作者のちょっとなんか制作者うますぎねえかちょっと待てよちょっと待てよ、絶対ラッシーさんも1億円いく。1億円いきたいとしてね、やっぱりこれ やるからには最強にならないとちょっとやっぱ気が済まないですからね。さあ行きましょう、どんどん壊していこう、どんどん壊していこう。オッケーオッケー。ちょっとねさっきはねプレイヤー倒すのにこだわりすぎてね物を壊さなかったですから、多分ね物を壊した方がいいんだねこれね、他のプレイヤー倒すよりも。
オッケーオッケー、どんどん壊していく、どんどん壊していく、高そうなやつをね壊していった方がいい。これスイカとか多分壊していってもあんまりこのポイントにならないんじゃないかなっていう気がしますね。もっとでかいお金になりそうなもの、お金になりそうなものをたくさん壊していく、それがねやっぱこのゲームのいいなんだコツなんじゃないかなと思います。さあどうだ、冷蔵庫とかいいんじゃないですか、冷蔵庫とか高いですからね、冷蔵庫 OK。 さあどんどん壊していくよ、どうだ、気持ちいいねこれね、普段もやっちゃダメよって、グランドピアノとかいいんじゃない、絶対壊したらお母さんに怒られるやつですからグランドピアノねこれを好きなだけ壊していいよっていうのはやっぱりねいいですよ、最高ですよ。おしよしよし、ストレス解消、もうね普段からみんなストレス溜まってるでしょ、現代社会はね、えもう子供と家でも大人じゃなくてもストレス溜まってる世界ですか。あ来たぞ来たぞ、ほら前回よりめっちゃ早いぞこれ。まあでももう10なのか、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、もう10だ、やべえやべえやべえ、これ1億円いかねえな、これどうしたら1億円いくんだ。おしよしよしよし、1位だけど、1位だけど、なんで、いやちょっと待ってくださいよね、めちゃめちゃやり込んでるんですけど、さっきからもう多分1時間ぐらいやってんだけど、マジでいかねえぞ1億って、どんだけむずいねんこのゲームちょっとなめてたな、めっちゃむずいよこれ、まあ、楽しいからさずっとやり続けちゃうんだけど、いやこれ、ね、でかなりコツは掴んできてるんですよ。もうすぐね2000万点ぐらいはねいけたんですけどね、これさらにねさらにさらに大きくなれるはずなんですよ。ちょっとねもうちょっとなんだけどな、もうちょっとのところがいかないんだよね、これすげえ悔しい。よしよしよし、ちょっといくぞいくぞいくぞ、これはねでもだいぶ今回いいペースだと思うんですよ、これはねいけてるんじゃないですかね。もうどん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 ね、あのスキンの方もね金太郎さんになってですねパワーアップしてますから、これはねかなりいけるんじゃないかと思ってますよ。さあでもねやっぱり、ね、気持ちいいんですよね、この物をぶっ壊していくっていうのがね、これ相当分かってます。あ見て見て見て、これ壁壊せるようだよ、もうワンランクなのよ、もうワンランクなのよ、こっからこっからいいペース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 、これはいいよ、これいけるんじゃねえかな多分、もうワンランク大きくなりたい、頼む頼む、やばい、あと10秒、あのあーだったら来た、でかーいでかいでかーい、めちゃめちゃでかい、来ました来ました、あー1億いった1億いった、やったーやっと来た、めっちゃ嬉しい。はい、というわけですね、なんとか1億点いくことができましたが、まあ、2億3億ねいけるらしいですから、なんかねコツがあったらラッシーさんの、コメント欄で教えてください。いやなかなか楽しいですねこれね、もっとねやる人がたくさん増えてきて、もうランキングがもっと白熱するようになるともっと面白くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひね皆さんもプレイしてみてください。壊して稼げ、略して壊稼、ぜひね、概要欄に、URL 貼ってありますので、皆さんもねダウンロードプレイしてみてください。それでは今日はこの辺で、また見てね、バイバイ。